リオックは、インドネシアに生息する昆虫の一種。キリギリスアモクコロギス上カステナペルマティデイカ、シーア族に分類される大型の直締め昆虫であり、日本国内では、オバケコロギスの名称で、動物園で展示されたこともある。また通称である、リオックは、生息地での現地順による故障の表音をアブンカ表記したものである。生息はインドネシアでのみ確認されている。 コロギス上下に属するが、近縁のコオロギ類と外見的に大差ないことと、原産地以外では虫同士を戦わせる。娯楽映像作品で比較的知名度を上げた日本を例外として、2013年現在でも世界ではあまり知られた存在ではない。体長約65から80ミリメートル。基本的な形態は日本のコロギスに似るが、やや体型が細長い。 体色は、羽なしコロギスに似て、茶化色であり、体長は2から3倍と大型である。また、足が、より太く、長い。メスの産卵管は、他の有刺系コロギスと異なり、痕跡的である。外見上の精査は、オスは、細身で顎も小さいが、メスはかなり大柄かつ粘毛で、最大10センチメートル近くにもなり、カマキリなどと同様にペアで飼育するとオスを、 捕食してしまうことがある。ただし、これは本州に限った話ではなく、コロギス類、キリギリスアカ全般に見られる現象である。夜行性。他のコロギスと同じく肉食性。他の昆虫を捕食するが、その場所は、旧木中とも、樹状とも言われ、詳細は定かでない。しばしば自分より、大きな昆虫でも襲って食べる点は、ヤブキリと同様である。飼育実績。 編集東京都の多摩動物公園で飼育されたことが、あるが頻繁に展示レイアウトを壊され飼育担当者、中瀬だったという、娯楽映像作品にて、編集種類の異なる虫を格闘させた映像を収録する娯楽用 DVD ソフト、虫王に、インドネシアの悪霊のキャッチフレーズで登場し、5匹の大型肉食性昆虫を相手にすべて勝利し、圧倒的な強さを示したことで、 それまで生態は愚か存在すらほとんど知られていなかった本種は一躍有名になった。しかし、知名度は高まったものの、日本国内で本種が流通する機会はほとんどなく、生態が販売されるケースは極めて少ない。流通、編集その強靭な顎で段ボール箱程度なら食い破ってしまうという情報も確認されており、その性質と体育から肉食性昆虫の餌としても適さず、 生態が不明な点も多いため飼育にも適していない点が多い。これらのことから輸入による採算が取れないと考えられ、蒸気のように国内での流通量はわずかである。しかし、近年では1年に1度程度は生態が輸入されることがあり、今後も流通は増加する可能性もある。ありがとうございます。